これも僕ちょっと一周してたこ焼きいただいたりとか、あと知り合いのお店行ったりしたんですけど、マジでめちゃくちゃ楽しい。ここはお客さん絶対全員来た方がいいです。宿泊して日曜日の朝早くから昼までやってるんで、でもうだいぶ人はけちゃったんですけど、本当にこのね3倍ぐらいいたかな。全然なんか外だから人混みっていう感じでもない、気になる感じではないんですけど、すごい楽しい感じ、お祭りみたいな感じで盛り上がってます。で大原漁港ですごい有名な魚介とか海鮮系とかね、あとここなんか水羊羹が有名みたいです。でももうやっぱ人気でお昼とかだと売り切れちゃってます。これ YouTube で、はい、ここお知り合いのお店です。かき氷とあとアクセサリー、これ手作り、これ全部手作りでめっちゃ可愛いんだ。あ、店主のふーちゃんが、ふーちゃんでがアクセサリー作ってるんです。そうなんです。すごい。で海を散歩して集めたものでアクセサリーを作ってます。海を散歩して集めたもので。そうです。めちゃくちゃいい。シーグラスとか貝殻とかを海で集めてきてアクセサリーです。すごいですね。さっきめっちゃ人集まって買ってましたもん。うん、結構はい、リピーターさんも来てくれてます。こっちだってなんかこっちにも、はい、はい、流木とか、流木とかこういう海のディスプレイをお家の中で楽しんでもらえればなっていう。あとこっちが大原、隅の大原の海で漁師さんが取ってきたアワビ、アワビの殻を磨いてアクセサリー、はいはい、すごい。ぜひここチェックしてください。ちなみに民泊をね、はい、滝ビレッジの近くで民泊をやってるんで、はい、泊まりながらいすみに遊びに来てください。ぜひぜひ、はい、来てください。じゃあちょっと待ってきます。はい、行ってらっしゃい。ここもすごい仲良くしてもらってる方がやってるたこ焼き屋さん、白子でたこ焼き、大原漁港、まあ、さっきも言いましたけどたこがすごい有名なんで、そこの白子を使ったたこ焼きです。あの奥で焼いてる方が、滝ビレッジの草刈りとかもすごい手伝ってくれてる三上さんっていう方で、すごいいい方なんで、ちょっと今一生懸命。お忙しいですか？大丈夫ですか？これ今小島さんにも出てもらったんですけど、ちょっと YouTube であの紹介しようと思って、朝一でちょっと撮らせてもらってるんですけど、たこ焼き焼いてくださってるんで食べに来てください。滝ビレッジ終わったらこっちにやってくださいね。ぜひぜひ行ってきます。ちょっと、まあ、こんな楽しい雰囲気であの朝一散歩できるんで、ぜひ。あ、これはファッションじゃないですよ。これ朝一のマークなんで、これはねファッションじゃないです。まあこんな感じですかね。でこっちが食べたりバーベキュー買って、ここで買ったものでバーベキューできる場所、だいたいこんな感じです。で多い時で30店舗以上がいるみたいなんですけど、今日は多分20店舗ぐらいで行きました。で海ももうすぐ近くだから、まあ、キャンプしてチェックアウトして、で日曜日朝からこの朝市来ていろいろ食べて、でまあ大原の海だったりとか勝浦御宿とかも近いんで、そんな感じで日曜日ちょっと遊んで帰るっていうのもまあいいんじゃない、この夏ね、いいんじゃないかなと思います。じゃあこんな感じで終わります。